ニューポール11ベルギー軍のニューポール 11C1、ニューポール11は第一次世界大戦期、フランスのギュスターブ・ドラージュが設計しニューポール社が生産した戦闘機である。1915年夏、ドイツの単要戦闘機、フォッカー・アインデッカーが優勢であった西部戦線に登場し、活躍、いわゆるフォッカーの懲罰を集結させた機体の一つとして、名高い。 ベベの愛称で親しまれた。フランスの撃墜王、ギンヌメールやナンジェッセの蒸気である。ニューポール11は、基本的にニューポール10を縮小、洗練し、短座戦闘機に特化させたものである。機体の特徴は一葉半という下翼が小さく、複用と単用の中間を狙ったものである。80馬力のノームエロームエンジンを搭載した小型の機体である。この形式に、 特有の欠点は、よほど強靭に作られない限り、強い力がかかると、翼弦の狭い下翼がねじれて、曲がってしまいやすいということであり、これは、V 型支柱を備えたすべてのニューポール機と、同様の主翼デザインを採用した、ドイツのアルバトロ3 3 v v に共通する問題だった。ニューポール11は、フランス航空部隊、イギリス海軍航空隊のほかオランダ、ベルギー、 ロシア、イタリアの航空部隊に供給された。また、イタリアの末期者によって646機がライセンス生産された。11の実戦での使用期間は短いものだったが、以降の一連のニューポール西部一柱型タンザ、戦闘機の最初のものであり、その系列では、ニューポール17、24ビス及び27が最も有名である。ルプリエールロケットを搭載した。 ニューポール11ニューポール11は1916年1月にフランスの前線に到着し、その月のうちに90機が任務に着いた。この小型軽量の一応半戦闘機は、ほぼすべての局面でフォッカー単用機を圧倒した。数ある特色の中でも本機は横操縦のために補助翼を持っており、フォッカーの時代遅れのたわみ翼方式とは対照的だった。 また、昇降だは、モラーの式の釣り合い方式でなく、従来型の水平尾翼に付けられており、より容易に正確な飛行ができた。フォッカーの成功は主に、プロペラと同調した、機関銃によって、プロペラ回転面を通して前方に発射できた、点によるが、当時、連合国側は同様のシステムを備えておらず、ニューポール11のルイス機銃、または、ホチキス機銃は上翼に取り付けられて、 プロペラの上から前方に向けて発射されるようになっており、類似した効果を得ていた。この方式には、銃が詰まった時の対応や飛行中の再装填に関して問題があったが、この問題は、イギリス軍においては、フォスター銃化の発明によって、そしてフランス軍では、17以降のニューポール戦闘機に採用されることになる、アルカンド調装置の採用によって解決された。 1916年2月のウェルダンの戦いにおいて、ニューポール11は敵に大きな損失を出さしめ、それはドイツの戦術に急進的な変革を強いることとなった。一部のニューポール11や16は戦場において支柱にルプリエールロケットを取り付けるように改造された。これは観測気球や飛行船への攻撃を目的としたものである。 1916年3月までに、ベベは改良型のニューポール17に交代した。17は、フランス軍飛行隊のほとんどでは1917年、早くにスパド S7 に交代し、イギリス軍の飛行隊ではその年の後半に SE5A に交代した。それ以降のニューポール短崎は練習機として広く使用された。1916年に、 ニューポール11のエンジンを110馬力のルローヌ 9J ロータリーエンジンに換装した改良型がニューポール16として登場した。外見上の相違は開口部をより大きく取ったバテー系カウリングであり、またパイロットのヘッドレストフェアリングが変更されているものもあった。後期型は胴体機種上部にプロペラ同調式のビッカース機関銃を装備したが、この構成の場合には、 重い QJ エンジンと大型のビッカース機銃の組み合わせによって機種が明らかに重くなりすぎ操縦性を損ねていた。次の派生型であるわずかに大型化したニューポール 17C1 は最初から重いエンジンを前提に設計され16の重心問題を解決するとともに性能の向上を実現した。ニューポール末期11.000出展。 ザ・ワールズ・グレイテストエアクラフト初原性能武装、ありがとうございます。